今年で最も最強の買い物デーが、ありますので、そちらをご紹介していきたいなと思います。2024年は3月15日がなんと最も最強な日なんですね。今年一番の買い物かなとは思ってるんですけど、それぐらいかな。はい、本日ですね、今年で最も最強の買い物デーが、ありますので、そちらをご紹介していきたいなと思います。ということで、普段からですね、皆さんにお伝えするときにはとにかく記事の話、スペック、エビデンスのある話を散々としてきたんですけども、今回全く逆でですね、エビデンスの全くないような縁起のいいとかね、ちょっとうさんくさい話をこのお顔でさせていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ではそのうさんくさい話なんですけどもね、2024年は3月15日がなんと最も最強な日なんですね。で、なんで最強な日なのかというと、こちらのですね、図をパッと見てもらいましょう。まずですね、一粒万倍日っていう日がありまして、で次天赦日、虎の日、この3つがね重なってる日っていうのが3月15日なんですよ。それがどうしたんっていう話なんですけども、そういうの気にされてる方もいらっしゃいますからね。一粒万倍日は何かというと、一粒のもみが万倍に実る日っていうところと、あと天赦日が何かというと、何をするにもいい日、日本の暦で最も吉日とされてる日。で、虎の日は何かというとお金、まあタイガーとかって言われたりしたら、まあお金じゃないですかっていうことになってるらしいので、それが全部重なってるっていうところがそうらしいんですよ。このお洋服ですね、普段いつもレビューしてる服がずらーっとあるわけなんですけども、こちらにダウンがあったりとかっていろいろあって、また下にもねこのようにずらーっとあるわけなんですけども、これはですね、全て縁起のいい日に買ってるわけではないんですけども、3月15日に皆さんちょっと高い買い物しようかなとかね、安くても欲しいもんが実はあってんなっていう方なんかはね、ちょうど買い物がいいんじゃないかというところになっております。そしてまだまだございますよ。こちらもですね、このように洋服がありましてですね、もうパンパンで入らない状態になってるんですけども、 YouTube の方をお届けさせていただいております。ここら辺にはですね、僕が作ってる新作の洋服とか、まだ世には出してない新カラーとか、そのあたりがあったりとかですね、あとここあたりにはですね、今までボツになった洋服たちもあったりして、全く同じ黒のシャツなんですけど、全部素材違うんですよ。これニット素材になってたりとか、こっちもちょっとパリパリのシャツの素材になってたりとかして、どれが一番いいかなとか言いながら決めたりしてるんですけども、まあそれ以外にもね、この辺は高級ダウンですよね。ピレネックスとか、ナンガとか、カナダグースとか、ストーンアイランドとか、ムーレとか、タトラスとか、モンクレールとかあったりしますし、まあ、この辺も普通のダウンジャケットで、この辺はねマウンテンパーカーとかがずらーっとあったりするわけなんですけども、運気の話ばっかりしちゃってしゃあないから、まあ、僕のクローゼットもね一緒に見てもらうと面白いかなと思って一緒に見てもらっております。でね、この先にはね、なんとなんとあのロサンゼルスで買った生地もございます。ズドーンということで、こちらロサンゼルスで買った生地ですね。もう巻いてみるとこんだけしかないんですけども、これで今新作作ったりをしております。でこの辺はフリースとかですね、いかがでしょうか。たまにねジムで会った人にね、タクゾー君これ洋服どうしてんのって言われてるんですけど、全部職場に置いてますって言ってるんですけど、全部置いてんのって言われるんですけど、このようにね、全部置かせていただいております。もう入りきらない状態になっておりますけども、置いておりまして、まださらにこっちにもあるんですね。この辺りにも、洋服がまだずらーっと並んでおりまして、ちょっと暗いですけども、この辺りも洋服がずらーっとまだ並んでおります。でいつも通りのね、メインチャンネルの部屋にここやってようやく戻ってきたわけなんですけども、まあ、今日は何が言いたかったかというとですね、すごいね縁起のいい日なんだよということになっております。でじゃあ何買うかって言ったら、まあ、例えばこういうねハイブランド買いたいっていう方もいらっしゃるから、モンクレール、これとかやったら何ぼやったっけな、30万ぐらいするんですけど、今セールで20万ぐらい、18万ぐらいになってるし、いやいやいや、これやっぱり男は黙ってルイスレザーでしょっていう方なんかもこれ20万ぐらいで買えると思いますので、ただこれに関しては開運日に買っても届くん1年後ですからね、それでも良ければ、全然問題ないかなと思いますし、いやいや35万のマウンテンパーカーが欲しいっていう方もいらっしゃるかもしれんから、こういう方もいいんですけども、まあ、僕個人的には開運日って聞くとやっぱりレザーっていうイメージが多いかなと思いますので、こういうねお財布とかあったりもいいかなと思うんですけど、まあ、僕自身もこのボッテガの財布はハワイで買って、でそっからね、まあ、ほぼほぼねもう使ってないのでめちゃくちゃ綺麗な状態なんですけど、まあ、これは記念に置いてるっていうような形で、まあ、僕は基本的に自分で作ったものしかもう普段は着用とかいうか愛用してないので、まあ、こういうリュックとかにしてもそうですし、ボディバッグにしても、まあ、ここにあるんですけども、こういう自分のやつしか使ってないんですが、まあ、もしね僕がねこの3月15日に買い物するってなったら何買うかなっていうところを今考えてるんですけど、今欲しいのはやっぱないですね。ないんですけど、まあ先に言っとくと、このね後ろの背景とかこの地べたとか上とかこの内装全部丸々、2週間後に買えるんですよ。まあそれが僕にとって一番の買い物かなっていう感じで、結局16万ぐらいするんですけど、この内装全部ガーッと変えようと思って、スタジオにしたいのでガーッと変えようと思ってるので、まあ、それが僕にとっての、まあ、今年一番の買い物かなとは思ってるんですけど、それぐらいかな。まあ皆さんにとってね何が買い物か分からないですけど、やっぱこの一粒が万倍になっていく、どんどん広がっていくっていうこの縁起のいい日ね、僕全くこういうの信じないですけども、信じる方もいらっしゃるかなと思って、
今回動画に撮ってきました。だから3月15日過ぎたらこれ消そうかなと思ってますので、なんかこんな緩い感じでね動画出すっていうのはたまにはいいかなと思いましたんで、ちょっとあのハイブランドを買ってみようかなっていうのも多いやろうし、いやちょっとしたもんでもねあの買ってみたいなとか、部屋の模様がええなとかね、あすがにだったらジャパンメディアのタクトのやつやっぱええなっていうことで、値上げもねしますし、あの値段が上がる前にね購入されるっていうのも非常にいいかなと思いますので、ぜひ見ていただければなということで、3月15日ね開運日、まあ皆さんはねあの何を買われますでしょうか。まあ一般的にはやっぱ革小物が多いんかなと思うんですけど、財布とかキーケースとか、まあそういう系が多いんかなと思うんですけど、新生活に向けてね、これからもこの3月15日でいい買い物して、新年度4月1日からねまた頑張っていきたいなということで、今日は何の動画かわからへんけども、まあたまにはこういうなんかうさんくさい動画もいいじゃないですか。で最終的にはですね、これを見ていただいた方は開運日ということになっておりますので、これを見ていただいた方にね特別になんですけど、こちらの湯飲みすごい運があります、運気があってすごい幸せになると言われている、こちらの湯飲みがございますので、これはですねなんと限定1名様に、こちら100万円でお届けしたいなと思ってますので、この開運日をぜひね、記念に検討していただければなと思っております。でね、さらにねこのお皿もセットにしたいという方はね、この下の皿がですねこちら50万ということで、セットにすると、200万になっております。なぜか150万円のに200万円高くなってるんですけども、こういう開運の方もね、欲しいという方はぜひぜひご連絡ください。ということで本日はですね、最強の開運日3月15日ということになっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。